あなみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ最大1万円が当たるキャンペーン、Yahoo のズバトク、毎日チャレンジできるということで、今回は PayPay ペイペイのちょっとしたキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。 それでは早速、こちらですね。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、毎日チャレンジ、ペイペイボーナスライト1万円相当が当たる、ヤフーのズバトク、3回引いたらいいことあるかもというキャンペーンですね。このキャンペーン自体はちょっと前からスタートしています。実際のこのキャンペーンで当たるものなんですけども、こちら1等がペイペイボーナスライトの1万円相当が1本、そして2等がペイペイボーナスライト1円相当が 10, 10万本、3等がワクワク楽しみ得点ということですね。さらに3回以上参加すると、 9月下旬に開催のダブルチャンスキャンペーンにご招待ということで、PayPay ボーナスライトが1000円相当がもらえるチャンスということになっています。で、ここからはキャンペーンの詳細なんですけども、期間は9月の2日から9月の16日まで。条件としたら1つのヤフージャパン ID につき1日1回くじが引けて最大1万円相当の PayPay ボーナスライトや、あとはお得な特典というのがもらえます。これはお得な特典というのはヤフーショッピングで使えるものですね。当選発表に関してはくじを引いたその場で当選結果が発表され ちなみにこの当選発表の確認はそれ以外にも Yahoo!JAPANID で登録されているメールアドレスに通知が来たりですとかズバトクの参加履歴でも確認が可能ということになっています次に先ほど少しお伝えしたこちらのダブルチャンスの特典 PayPay ボーナスライトについてなんですけどもこちらは今回のキャンペーンで3回以上くじを引いたら9月の23日から9月の30日の間に開催される予定のダブルチャンスキャンペーンに招待がされます このダブルチャンスキャンペーンについては、ヤフーのズバトクのキャンペーンの一覧で確認ができたりとか、あとは登録されているヤフージャパン ID に、登録されているメールアドレスにそのお知らせが届くようになっています。なので、今日から16日までの間にポチポチ1日1回すればバッチリですね。これで合計3回いけば大丈夫です。まあ一応このペイペイボーナスライトに関しては、有効期限が60日となっていまして、送金割り勘はできないので注意が必要ということになっています。それでは僕も早速2日連続でくじを引いてきまして、一気に2つ 見せたいと思いますその結果がですねこちらですじゃん ということで、下が梨の半額クーポンと上がおつまみセット25%オフのクーポンということですね。まあ、このクーポンは先ほどもお伝えしたヤフーショッピングで使えるクーポンなんですけども、まあ、値段とか見たら今のところ使う予定はなさそうですね。まあ、僕的にはペイペイボーナスライトの方が良かったかもしれないです。なので、明日で3回目なので、また楽しみにしたいと思います。まあ、そんなこんなで今回は、ペイペイボーナスが当たるヤフーのズバトクキャンペーンの紹介でした。まあ、ダブルチャンス狙いであれば、1日1回を3日間やるだけなので、まあ、暇つぶし程度に やるだけでちょうどいいいと思います、まあ、一応今回伝えたキャンペーンページを下の概要欄に載せておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました